こんにちは、プロ棋士の柳沢です。そして今回はアイドルの OSU の夏川亜美さんにお越しいただきました。はい、OSU の夏川亜美です。はい、まあ、新チャンネルスタートの報告の動画なんですけれども、はいはい、今まで、まあ、OSU 囲碁プロジェクトということで、まあ、約半年ほどこうやってきまして、はい、でも一応それ大会に出るっていうところでね、こう全くのゼロからこう覚えて大会に出るっていうところで一応それは一区切りということになりまして、はいはい、でそこから何をしていくのか、まあ、これから初段を目指す、はい、というチャンネルを、はい、スタートしていきたいと思います。はい、題してアミーゴの囲碁、語呂がいいアミーゴの囲碁解説しました。はい、まあ、あのこれ見ていただいている方にはですね、あの、まあ、ユアナちゃんはどこ行ったなと思う方もいらっしゃるかもしれないですが、まあ、ユアナちゃんはこれからちょっとかなりお忙しいということで多忙です大変お忙しいので一旦お休みということで、はい、まあ、これから基本的にもうアミーゴのチャンネルと、おー、アミちゃんのもうチャンネルという感じになっていきますので、はい、今までの約半年でやってきたのはこうゼロから覚えてこの19路盤で囲碁を打てるようになると、うん、で自分でこう集客もできて、はい、っていうところが、まあ、目標だったんですね。そして認定状をね、そうですね、18級の認定状をゲットしたわけですが、はい、まあ、ここからその上を目指していくと、まあ、今までもこのもうゼロからこの19路盤で自力でこう打てるようになるまでに何をしたらできるのかっていうところが全部あの動画で、そうですね、出てるんで、本当にその動画で出てる以外のところで、まあ、時々あの自主練とかもやってくれてると思いますけど、うんうんうん、基本的にはもうあの全部全てのプロセスを動画に出してるという、これはね、その通りです。画期的なんですよ。今までそんなのはなかったんで、うん、初心者の人がどうやってそこまで強くなるのかっていうのはなかったんで、うん、はい、まあ、ここからさらにここからどうやっていくのかっていうところも、はい、そうですね、はい、見てる人と一緒に、はい、こう進んでいけるような感じに、あ、そうですね、なれたらなと思いますね。意気込みをお願いします。はいはい、結構指導語をしてる動画とかもこのチャンネルに上げていただいて、そのコメントでもたくさん応援コメントいただいてすごく励みになっていたので、まあ、その方々とも一緒に、そして柳沢さんとも、はい、あのにもこれからも教えていただきながら、あの本当コメントでも教えていただけたら嬉しいですし、そうです、皆さんと一緒に本当頑張っていけたらなと思います。そうですね、みんなで育てるみんなで育てていただけたらそしてみんなと一緒に成長する、はいはい、そんなチャンネルになればいいな、はいはい、囲碁をルール覚えたんだけどどうしたらいいのか分かんないっていう人も結構多いと思うんですよ。結構聞きますね。で、あのその辺のところは僕はもう初心者の子の記憶があんまりないので、その辺をぜひあの引き出してほしいなと思っていて。わかりました。私がある程度何を聞いたらいいかが分かってきたんじゃないかな。そうですね、もう分かんないことあったら、うん、分かんないことが分かるので、うん、そうなんですね、すぐ聞けるんですけど、 そうなんですね、それはすごい成長なんですね、実は。うん、なのでその始めたての人のこう気持ちをちょっと代弁してもらって、多分この始めてたての頃はこれが分かんないのでこれを教えてくださいみたいなことをちょっとこう引き出してもらったりとかして、こう皆さんと歩むチャンネルになったらいいなと思っております。はい、あと以前そのこれもコメントいただいたんですけど、うん、あのこんなにプロ棋士の方にこんなにちゃんと教えていただくことはなかなかないよっていうことをそうですね、結構珍しいパターンですね、はい、ゼロからこうずっと、はい、ということで、新しいチャンネルの方もできまして、まあ、概要欄の方に貼ってありますので、ぜひ皆さんそちらから飛んでいただいて、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてアミちゃんの成長を皆さんで見守って、皆さんで育て、そして皆さんと共に成長する、はい、チャンネルということで、ぜひこのチャンネルに、ね、登録する形で参加していただければと思います。はい、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、この動画がよかったら、まあ、僕のチャンネルもぜひあのチャンネル登録まだされてない方はぜひよろしくお願いします。そしていいねボタンもよろしくお願いします。そしてコメントの方も、大変あの励みになりますし嬉しいので、うん、ぜひコメントの方も、ね、よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。